れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ今日の試合の振り返りと今大会の全体を通しての振り返りをお願いいたします。今日の試合では、この3試合の中で、まあ、一番良くて、まあ、プレミアリーグでプレーしている神戸に対して1対0で勝てたのは、すごく僕たちにとってプラスな結果だと思いますし、これを、まあ、自信持ってまたこれから頑張っていきたいなと。今大会では、1点の重みっていうのが、すごく鍵になってくると思ってて、1試合目ですごく得点のチャンスがあった中で1点、決めれずそのまま自分たちが失点してしまって、最後は、上がれないという結果になってしまったんですけど、これを、上がれなかった分は今からもう一回長崎に帰って一人一人もう一回プレミアリーグに上げれるように自分たちがやっていきたいと思います。本日お疲れ様でした。ありがとうございました。